こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。米国の新法案で電気自動車の補助金対象から外された韓国ですが、ユン・ソギョルのバイデンへの悪口のせいで現代キア自動車が激減したようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。 IRA は8月ジョー・バイデン米大統領が署名した後、公布直後に施行された。同法は米国で最終的に組み立てた電気自動車にのみ最大7500ドルの補助金を税額控除の形で支給するよう規定した。アイオニック5と EV6 はいずれも韓国から全量生産米国に輸出され、補助金支給対象から除外された。米政府がインフレ削減法 IRA を施行した直後の9月、ヒュンダイ自動車グループの主力電気自動車販売台数が全月比2桁減少した。ヒュンダイ自動車の米国販売法人 HMA は9月の1ヶ月間、電気自動車のアイオニック5を1306台販売したと明らかにした。8月の販売台数1517台より 14%、 211台減少した。7月の1984台アイオニックを含むよりは 30% 以上減少した。同期間キア自動車 EV6 の販売台数は1440台で、前月の1840台より22%、 400台減少した。EV6 7月の販売台数は1716台だった。ヒュンダイ自動車は補助金の影響がないハイブリッド車の販売台数が大幅に減少したのは、昨年9月の米国内ハイブリッド車の販売が一時的に 206.4% 増加したことによる規定効果だと説明した。ヒュンダイ自動車の関係者は月ごとに営業日数が異なり、休暇期間もあるなど事情が異なり、前月と比べて販売台数を評価するのは難しいと述べた。それではネットの反応です。ユン・ソギョルが IRA が何なのかも知らずにペロシ議員をパッシングしてバイデンに悪口を言ったので、こんな事件が起こったんだ。私がアメリカでも日本の方が大事だよ、韓国は玉よけだからあればあったでよいがなくても構わない程度だと思う。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。